ポリメラーゼ連鎖反応、ポリメラーゼ連鎖反応、ポリメラーゼ連鎖反応、ポリメラーゼチェーンリアクション、PCR は DNA を増幅するための原理、またはそれを用いた手法で、手法を指す場合は PCR 法と呼ばれることの方が多い。英語をそのままカタカナ読みにして、ポリメラーゼチェーンリアクションとも呼ばれる。次の特徴を持つ。 PCR 法そのものや派生した逆転者ポリメラーゼ、連鎖反応、リアルタイム PCR や DNA シークエンシング等の様々な技術は、分子電学の研究のみならず、生理学、分類学などの研究にも広く応用されている。また、微量のゲノムや RNA から、目的の DNA を選択的に増幅できることから、DNA 型鑑定や診断等にも応用されている。 二本鎖 DNA は水溶液中で高温になると変性し一本鎖 DNA に分かれる。変性が起こる温度は DNA の塩基構成及び長さ、塩基数によって異なり、長い DNA ほど高い温度が必要になる。このようにして一本鎖 DNA となった溶液を冷却していくと、双方的な DNA が互いに結合し再び二本差となるアニーリング。 急速に冷却すると、長い DNA 同士は日本差に再結合しにくいが、短い DNA 断片、オリゴヌクレオチドは結合できる。PCR 法では、増幅対象、テンプレートの DNA、DNA 合成酵素、DNA ポリメラーゼ及び大量のプライマーと呼ばれる、オリゴヌクレオチドを、あらかじめ混合し、前述の編成、アニーリングを行う。 その結果、長い対象一本腐り DNA の一部にプライマーが結合した形ができる。プライマーが DNA よりも圧倒的に多い状況にしておくことで DNA プライマーの結合が DNADNA の結合よりさらに優先的になる。この状態で DNA ポリメラーゼが働くと プライマーが結合した部分を起点として一本差部分と相補的な DNA が合成される。DNA が合成された後、再び高温にして DNA 編成から繰り返す。以上述べてきたように PCR 法は DNA 差長の違いによる編成とアニーリングの違いを利用して温度の上下を繰り返すだけで DNA 合成を繰り返し DNA を増幅する技術である。 PCR 法開発当初は DNA 編成の時に DNA ポリメラーゼが失活するためサイクルごとに酵素を追加していたが現在ではタクポリメラーゼなど高熱菌の耐熱性 DNA ポリメラーゼを用いることで連続して O を進めることができる増幅対象の DNA 領域の両端の塩基配列を決定し対応するプライマーを自認合成する この時プライマーは、増幅予定の2本鎖り DNA の両鎖、り、それぞれの3側に結合する相互配列であり、通常20塩基程度である。増幅対象 DNA、プライマー、DNA ポリメラーゼ及び DNA 合成の素材、基質である、レオキシヌクレオチド酸リン酸、DNTP、そして酵素が働く指摘ジオノード環境を作るための、バッファー溶液混合し、 PCR 装置にセットする。PCR 処理を N 回のサイクルを行うと、一つの2本鎖、DNA から目的部分を2から 2N 倍に増幅する。ただ、通常は20サイクル程度を行うことから、近似的には 2N の項は無視できる大きさになる。この反応の製品は、増幅対象 DNA とプライマーの延期配列。 サイクル中の各設定温度、時間などに依存する。それらが不適切な場合、無関係な DNA 配列を増幅したり、増幅が見られないことがある。また、合成過程において変異が起こる、可能性も少なからずあるため、使用目的によっては生成物の延期配列のチェックが欠かせない。シータス社のキャリー・マリスが車で、ガールフレンドと夜道をドライブ中に、 当時すでに知られていた、オリゴヌクレオチドと DNA ポリメラーゼを用いた、DNA 合成反応を繰り返すことにより、拡散の定量域を増幅することを思いつく。マリスはこの方法を、ポリメーラーゼ、カッタライズドチェンリアクション、ポリメラーゼ触媒連鎖反応と名付け、ネイチャー、サイエンスなどの著名な科学雑誌に論文として投稿したが、掲載されなかった。 1987年にようやく、その論文は、メシズ・イン・エンズイマ・ラジー氏にスペシフィック、シンセシス・オブ・ネイン・ビトロビア、エーポリメイラゼ、カッタライズド・チェーン・リアクション、として、掲載された。一方、PCR 法自体は、シータス社の同僚の手により、カマジョー・赤血球症という、遺伝性疾患の迅速な診断手段に応用された。サイエンス氏にエンズイマティック・アンプリフィア・ケーション、 オブベーター、グロビンジェナミックシーキンセス、アンドリストリクションサイトアナリシスフォーダイアグノシスオブ、シケルセルアネミアとして報告され、オリジナル論文により前に、世界の科学者の注目を集めることとなった。PCR は、当初、大腸菌の DNA ポリメラーゼアイを、ズブチリシン処理し5-3エキソヌクレアーゼ、活性を除去したクレノーダンペンを用いて、 反応を起こすものが大半であった。この酵素を用いた場合は、二本、鎖 DNA 編成のための温度上昇の際に DNA ポリメラーゼが失活し、サーマルサイクルごとに手作業でこの酵素を加えなければならなかった。シータス社の研究グループは、この欠点を解決するために、高熱性の細菌から得た耐熱性 DNA ポリメラーゼを用いた PCR を開発し、 サイエンス誌に発表した。これにより、PCR 反応の勘弁化、自動化への道が開かれ、幅広く応用可能な手法として発展することになった。このように、PCR 法の応用、発展には、シータス社グループ、当初はマリスも含むのを果たした役割が大きいのであるが、最初にこの方法を着想し、方向性を示したという業績により、1993年に、 キャリー・マリスがノーベル化学賞を受賞している。シータス社の保持していた PCR 法の特許は1992年に F ・ホフマンらの主社に権利が買われたが、現在その特許権は失効している。類似の手法として PCR とは異なる権利に基づいて拡散を増幅するランプ法が知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。